公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンスマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします皆さんおはようございます安藤博之でございますマイライフマイチョイス今日のお客様は先週に引き続きまして プロゴルファー青木勲さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願い青木さん、今年の8月まあ先月になるんですが、82歳ど、ねはい、うですね。まあ若々しいので全く年齢の感覚はないんですけど。若々しいっていうか、はい、やっぱりこうなんていうんですか、25、6から、はい、あのトレーニングしたんですけど、はい、今なかってあのあ空いてる時間には1時間でも何でもやってますから。トレーニングをはい。 トレーニングっていうか、ストレッチです、ね。あ、ストレッチは本当に大事だと思いますもんね。うんうん、それにしても、あの先週から私はあの。すごく感心してるんですが。足が長いですね。青木さん。どうしたんでしょう、ね。いや、ね、なんかもう、スイングしていただいたじゃないですか、はい、先週。はい。こうやってやって。はい。いね、はい。もう改めて、もうテレビでは拝見してましたけど、改めて実物拝見して。 ほんと足長いですね、これも。なんかおふくろに聞かないと分かんないです,、うん、そうですねおいい。いないから分かんないんですけどね。まあこれは別に努力ではどうすることもできないと思うんですけど。<laughs> いや我々の年代ですと、はい、この時期に、昭和17年ですけど、はい、まあ15、16年から22年ぐらいまでの間に、1メーター80以上生まれの人ってあんまり見ないんですけど、はい、ジャンボが私が出てきたときに、あと,ははい、あとは杉本さんかな、1メーター80ぐらいあって。はい そんなに数多くないですね。しかもなんていうんですか、青木さんはこう言うと他の方がどうなんだって言ってなんか悩ましいんですけど、うん、スタイルが一番いいですもんね。結果的にやっぱりあのなんていうんですかストレッチやってると汗かくんで代謝、はいはい、がいいからあんまりお腹も出ないのかなって感じ。全く出てないですよ。いや、驚異の八十二歳です。<laughs> そういうふうに言うと。<laughs> まあそうやって言われるとね、またあのほら、お立てられるとどっかに登ってくるやまたもっともっとや多くやるかもしれませんよ。<laughs> どんどん登ってくださいよ。<laughs> その、まあ、青木さん、その、よりエイジシュートっていうのがシニアゴルファーのまあ憧れなんですけど、まあ、自分の年齢以下でまあ回るということなんですけど、初めてのエイジシュートっていうの覚えてらっしゃいますいつ私はい、はめあの、65歳の時に、あの、六十最後65出して、シニアオープン。 熊本で買ったんですけど、あ,はい、あれが一番最初ですね。まあ、それがね。その話がね。山、はい、村寅吉さんがね。はい、昔65歳のと66歳の時に、はい、あの確か茨城のつくばゴルフクラブかなんかで、はいはい、a g シュート66で65歳565出して、はい、勝てなかったって聞いたんですよ。 そあそう勝てなかったんですね、うん、で熊本のそのスニアオープンの最終日にあ3日目終わった時にで最初のハーフに、はい、もし2アンダーで回ったら、はい、挑戦してみようと思ったら,、はい、たら2アンダー出たんですよ、はいで。じゃあ行ってみようかって言って行って結局65であの室田君をひっくり返して勝ったんですけど、はい、あの時はそのなんて十八18番入れて。 あの65だって知らなかったんですよあその時は意識されてなかったんですよ、はい、もう途中では意識してたんですけど、はい、であれでポンと打った瞬間にあれひょっとしたら入ったら六65じゃないって言った時にポコッと入ったんでこうなったんですよななんか知らないけどそういうね、はい、複雑なことをシューンと打った瞬間に思い出すんですよねはあ<ー>打つ前に思い出してないんですよでそれ逆にいいかもしれませんいいかもしれませんねいい で、打って、打って、後に気づいたですかそう、打って、あれ、ひょっとしたら入ったら65じゃないっていう、この時間が今言葉ではもう入っちゃってるかもしれないけど、はい、そういう瞬間的に思うんですね、はい、あ<れ>でも、その入った瞬間を意識してるからガッツンて、ね、やった。<laughs> ね、すごいタイミングですね、うん、そこ、うん、だけど、大体の、入る瞬間って、自分の読んだいに行ってて、途中1メーターぐらいだけど、はい、よーしってこういった時にもう入ってますよね。わかるわけですね。うんうん 65、まあ、いわゆる通常で言うとセブンアンダーっていうことになるわけですけど、うん、これがね2007年なんですけどす、ねうん、改めて65歳、うん、か改めてすごいことですよねご自身ではどう思われましたかいやその時はまだあのもっと出るんじゃないかと思ってたからうん、うん、ただ目標は65歳の時に65を出したいなと、はいはい、中村さんが 勝てなかったやつ俺が代わって勝ちたいなみたいな、はい、こういろいろ思ってたんで、はい、だからその瞬間見た時やったーと思ってますからで、ね、もうですよね、うん、だからし、ね、AG シュートってね、はい、あの思って出るもんじゃないよだけどその呼び年しも66でまた回って勝ってるんですけど、はい、まあ普通の試合なんですけど、はい、やっぱり一つやると二つ目って,やっ,てやった時ってあんま感,あの感激ないですね 僕はあるすごく感激するぐらいと思ってますやっぱりね少ない方が感激あるよあそうですかでもその後実際エイジシートは何回いや何回って普通は普段はやるよだけど試合でやらないと私は嫌だってことねなるほどだから今6566でやったんですけど70になったらもっと出るだろうと思うでしょ体力がめちゃ減るよ数は当然ね増えますけど数は増えるが体力減るってことですよ はあ、でもあの今の青木さんを拝見すると体力が減ってるように見えないのでやっぱりだって僕はだってこう両足半月板やってるしそういうのをやったらもう全然体力減る確かにケアはそうですね、うん、ただ気持ちは切れないですけど、はいね、だから逆に言うと、はい、逃げ道ができちゃってるな半月板やってるからっていう,っていう言っちゃうからと言われるの嫌なんだけどねあ<ー>やってる時にね人にねねはね、い、でも飽くなきその探求心というか向上心というのはどっからくるんですか青木さんは 欲張りだからいいですねその言葉だって自分でこのゴルフ要するに皆さんによく「ゴルフっていうスポーツなかったら何やってた?」って聞かれるんでしょ。あるんだからなくすなっていうだからゴルフはねあるんだからなくすなとその過程はいらないていらない今は私は74歳からちょうど8年間9年間会長やった時にすごい体力落ちて。 月に回回回ぐらいしか1回か2回しかかかやれなくてはい、はい、で今になってやっとできるかなって言ったら右足の子は半月板やるし、うん、でちょっと治ったねってったびっくり腰やるし、はい、ほんとねなんかついてなかったんですけどこれからあの人生はね、うんはい、もう好きなようにゴルフできるよって言われた時にはもうすでに体力落ちてるねまあでもゴルフはやっぱり障害スポーツとも言われますしだから私がゴルフやめるのは死んだ、うん、すぐ死んだ時だと思う。 そのの瞬間まで、うん、あのゴルフをやられる方は、うん、特に本格的にやられる方は、うん、とにかくゴルフ場で、うん、もう人生の最後に向迎えた本望だとか、うん、常にゴルフのことを考えて生きていきたいという方が多いんですけど、うん、ゴルフはなんでこんな人を魅了するんだと思いますかさんやっぱりね、はい、これでいいってものはないからまず一つ、うんはいはい。 勝てど勝てど勝てどまだ上があんだらまだ上があんだらと人間は思いますからね、うんはい、私なんか特に欲張りだからそうです、うん、だからそれをやれるように自分がある程度無謀な食事だとかいろいろやるかもしれないけど、うん、いずれはこっちに戻るってことゴルフってものに戻るってこと、うん、それがやっぱり常に頭の中にあるから、うん、やっぱりゴルフをできるうちはやりたい、うんはい、ただし私がこんだけ愛したゴルフを、はいはい ゴルフ場もそうです。ゴルフ場では信じたくない。あ、それはそうん。それは思わないんですね。思わないです。それなぜですか。いや、なぜかというと、これだけ自分の、あの、人生を。はい、あの、なんての、そこで、費やして、や、やれた、ものに対して。うん、ゴルフ場をけなしたくない。し、うん、死,死んだっていうことに、使いたくない。かちょっと、あの、皆さん、あの。 聞きだからこのゴルフがあったからこそ今の青木さんがあるし、はい、いろんな人にいろんなように支えてもらってありがとうございますってだから今でもあのゴルフを始めた時からずっと考えてきたんですけど今ゴルフというスポーツを作ってくれた神様に今でもテイアップする時に。 ありがとうございますって言葉には出さないけどティアップするときにありがとうって気持ちでください第一回目のティアップさせます、はあ、それもずっと今も、うん、もう続いてるわけですね、はい、それは試合の時試合の時でも練習の時でも何でも第一打打つときには必ずありがとうございます。目をつぶってじゃあもう本当に生涯ゴルフにもちろん愛を捧げて、うんうん もちろんゴルフも僕は勝手に思うのはゴルフにも青木さんは愛されていたと思うんですけど、はい、その点についてはご自身アイ,スアイス以上にゴルフと一緒に寝てるんでしょうねゴルフと一緒に寝ている寝てるだから一時あのクラブがあのちょっと本質たに帰ってきた時に、はい、一晩バッグと一緒にベッドで寝てたもうお前離さないぞって言っで次の日にやったらもう嬉しくてはいスコアになんなかった嬉しすぎて、うん だけど次の日からまた頑張ろうって言ってまた頑張って結果的にその試合は5位に入ったのかな。青木さんの話を伺っているとここまで愛してる方がい,いるんだろうかっていうぐらいの、うん。愛するっていうよりやっぱり自分で、はい、まあ今で、まあんまり言うと転職っていう言葉を使うけど、はい、これほどだけどこのグローンとの出会い私にとってはもう何事にも耐え難いですね。 変えられないというです、ね。マイライフ、マイチョイス。今の日本のプロゴルフとか男子は松山英樹さん、まあ。そんなでてる感じなんですけど。青木さんご自身が、まあ松山さんも含めて、なんかこう期待しているプロっていうのは。いますよ、それは。いますか。はい。ただいるけども。私は会長の時に。はこうやってこの三年ぐらい前から出てくるよって言って、出てきて。私はやめ、うん、やめたんですけど。はいはい、やはり。あの。お前は。 ねお前はお前はお前って5人ぐらいいるけど、はい、俺みたいに世界の誰々になるような形を作るよはい、はい、それは今みたいなゴロじゃダメだよ自分で考えろっブログに声かけてありますけど、はい、やっぱり周りがこう何て言うの静かだとどうしても突き抜けて一人だけこう。 みじめな思いするとか叩かれるとかって嫌なんでしょうね。ああ、先にそれを考えちゃうっていうか、ね、だ,からだからそれを考えたらなんとなくこう技術はあって勝ったりしてるんだけど、今までこのなんてのやってきた中で、あいつはっていうこのものが残んないような気がするんだよね。よよね A O N みたいなこうなんていうんですかね。もうん、まあ子供もそれこそ <laughs> 中学生の時に僕はあの父親とがますときなかったので。 ゴルフする人は誰もいなかったんですよ、うん、周りにでも僕は AON を知ってたっていう大人たちの,の感動を覚えてるっていうのが、うん、確かにねそういう意味で言うと、うん、ちょっとね、うん、飛ぶというイメージを見せられるけどもパフォーマンスの面でおくとちょっと静かすぎるかなって感じねなるほど、うん、確かにプロスポーツですから。 嬉しいとかなんサッカーなんか見てください。嬉しいっていう「ブラボー!」とかなんかやってんじゃないですか。はいはい、ああいう選手が何人かいないとね、盛り上がらないような気がするんだけどな。いや、青木さん、うん、世界を知ってる青木さんだからこその提言かもしれませんね。うん、だから、そのと一瞬はその時しかないんだもの。はい、一瞬をもうちょっと大事にしてほしいなと思うね。マスコミとの,その付き合い方も含めて、プロ選手として、そ<う>だって全てのスポーツにおいて。 全部は全素人じゃないんだけどね考えられたらやっぱりトップに立つような人だったらんあんたそういうものを殻を破っていかなきゃいけないんじゃないかな。すごく素晴らしい提やあのただ青木さん本当とにまあエネルギーも満ちてますし、うん、そういう意味でいうと、まあ、この番組で伺わなければいけないというところもあるんですが、うん、ご自身の,その人生の旅立ちっていうの何か意識っていうのはありますか旅旅立立ちちね私のは今 会長終わったから、うん、これからどういうゴルフ、どういうふうにゴあのゴルフに携わっていくか、はいはい、またジュニアの人たちとかいろいろこう、うん、私が参加することによって、はい、あ,あの人間感になって何かするならいいけど、はいはい、そういうのに携わっていきたいなと思う、はいはいうん。やっぱりジュニアの育成というのは一つ大事なことですかね。ですね。だからやっぱり今のこのジュニアの人たちにも、うん、悪いのは悪い、いいのはいいって言えるようなこの。はい 世の中にしななななきゃゃいいいけないんじゃないかな今で言うと、うん、パワハラのセクハラだの何々あるけど、はいはい、あれはあれでスポーツのの中ではそういうういいいあっちゃいけないと思う、うんうん、やっぱりある程度教わるなら悪、はいことしたなら怒られるのは当たり前怒、うんうん、られたら怒られたなりに何々したから怒られたって本人が分かれば怒、うんはい、った方も怒られた方もまたうまくこうできるじゃないですか。 意味があるだからあとはあの何ていうの今これからゴルフやっていく人たちやっぱり自分はこういうスタイルでやるんだっていう一つの形を作んないとインストラクターがいますけどインストラクターがもうちょっとこうした方がした方がいいっていうのはあくまでも曲がった時の処置の仕方でこうなった方がいいよあんなとこいいとこの応用の仕方もうちょっと今は 技術的なものはすごくいいんですけど、うん、曲がったあるいはデボットに入った、はい、そういう応用の仕方を自分自身で覚えていったらいいんじゃないかなそしたらあのアクシデントがあっても何でもで絶対勝てますよそうですね,ねだから私なんか、はい、あの練習しててデボット入るでしょ、はい、デボット入った時「うんお前デボットから打つの下手だからな」って神様が入れてくれたんだと。 その状況状況判断して何番で打ってあそこまで出すのに何番で打ったらいいかとか考えろとかそういうふうに言われたんだと思ってやってますよ。神様が与えた、うん、あトレーニングだといいですねだからこそ83年ピッチングエッジを取ったわけですよね <laughs> <い>んはねいいや, <laughs>、はい、いやー本当に素敵なお話を2週にわたって伺いましてもう感謝感激でございますそしてあのグロープも本当にありがとうございました今週は青木功さんのマイチョイス編でございました。 この後はあなたのマイライフマイチョイス、メールや質問にお答えします。青木さんも最後までお付き合いください。マイライフマイチョイス。あなたのマイライフマイチョイス、番組や尊厳式協会に届いた質問にお答えするコーナーです。お答えくださるのは、日本尊厳式協会理事長の北村義弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は日本尊厳式協会にいただいた質問です。人生会議や尊厳式協会のエンディングノートに。 安楽死を希望すると書いてもいいものなんでしょうか、まあ、日本では法律的に認められていない安楽死を希望する、まあ、これをエンディングノートに書いた場合はどうなるんでしょうか日本では安楽死がまあ認められておりませんので仮にあのエンディングノートに安楽死をお願いする希望すると書いてもそれは全く実現されません、まあ、それは安楽死に限ったことではなくてですね犯罪になるようなことを書いたらそれはあの一切実現はできません逆に言うと 犯罪にならなければ何をエンディングノートに書いても実現されるそんな世の中が私は来るべきだと思っています。で多くの,あの諸外国特にあの、えー、ヨーロッパ系のところ国ではです、ね、最後の時だけじゃなくてです、ね、全てあのご本人の決めることつまり自己決定権という、まあ、難しい言葉でいうものが非常に根付いていてですね、はいあの まあ悪く言うと一人よがりだという言い方をする方もおられますけども、逆に言うとですね、一人一人の意見希望が実現するっていうのはもうまさに素晴らしい国だと思うんですよね。そういう国々がえーまあ使用いろいろ議論した結果、一部の国では安楽死まで認めましょうというふうになっています。したがってあの安楽死がまあいい悪いの前にですね、やはり一人一人の希望自己 決定権が認められるそんなあの国社会にするっていうふうにぜひあの議論を進めていただきたいなと思っています、うん、実際に法制化も日本政治協会では頑張ってらっしゃるとというこですねそうですねあの今ご高齢の方を中心に1年に160万人もの方がお亡くなりになるもうその方々のご希望通りの,あの、まあ、天国への旅立ちっていうものが本当に行われているのだろうかというと、まあ、そういうわけでもないというのは、うん、やはり私現実を知っていますので、うんはい、そう思うと やはり、今の若い人から中年の方々もですね。ぜひ、あのタブー視しないで、亡くなる、死ぬっていうことに関してで,ですね。議論しましょう。そしてあの、必要な部分は法律にしていこうと、うん、まあこういうふうに今あの、訴えかけています。法制官含めた賛否も含めて、議論が必要ということですよね。そうなんですよ、ね、脳死、あるいは臓器移植の時にはですねあの。あれは国会、えー、いわゆる。 代議士さんが決めたっていう,ふうに、皆さん思っているかもしれませんけど、そうではなくてですね。あれはですね。現場、それから国民の声が届いて法律となったということがま真相です。ですから、今回自己決定権による尊厳死の実現、あるいはリビングウィルの尊重。こういったようなものは、我々国民市民からぐわーっと盛り上げて、そしてあの国会に届けた。 その声で、あの、まあ、法律家が実現するっていう、これがあの、一番の理想だと思っています。はい。さあ、あなたのマイライフ、マイチョイス、メールや質問をお待ちしております。この番組へのメールは、番組のホームページ、そして、日本尊厳死協会のホームページ。それぞれでお待ちしております。今日は公益財団法人、日本尊厳死協会、理事長の北村義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。マイライフ、マイチョイス。 二週間にわたってお客様にプロデューサー青木勲さんをお迎えしました青木さん番組ご視聴いただいていかがでしたか、はい、そうですねやっぱり自分でもなんての、はい、嘘を偽りなくもっと喋ったんで、はいはい、これが聞いている人たちに伝わったらいいなと思ってます、はいはい、え間違いなく伝えておきます <laughs>、えー、青木勲さんでしたありがとうございましたどうもありがとうございました公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は 公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました。